あなたの生活の中のすべての変化は決断から始まるのです。言われてみると単純なことですけども、その力について感じ取っていただきたいと思います。決断するかどうかは 100% 自分で決めることができる。 Yes か No。 Yes。 これすごいです。もう 100% 自分の影響の輪どころの騒ぎじゃないです。コントロールの輪なんです。いつできるかというと、いつでも。かかる時間は一瞬で、その結果はいかにということなんですよ。で、皆さんは今までの人生の中でいろんなことを、決められてきているはずだと思います。当然生きているわけですからね。それをちょっといくつか振り返ってみてほしいと思います。今まであなたはどういうことを決めてきたんだろうかと。例えばあなたは、結婚されている人何人ぐらいいらっしゃいます？結婚されている人多いですね。今の伴侶と結婚すると決めたときに、その後の人生はどのぐらい変わりましたでしょうか？答えは 1,2,3 はい、全部。一瞬にしてその後の人生は全部変わったわけです。すごいじゃないですか。かかった時間は一瞬。この中で会社を経営されている方は何人ぐらいいらっしゃいます？自分で事業を やられている方は大勢いるんですね。で、あなたは独立して自分の事業をすると決めた瞬間に、その後の人生はどのぐらい変わりましたでしょうか？答えは 1,2,3 はい、全部。つまりどういうことかというと、皆さんの生活の中ですでに実証してきているわけなんですけれども、いつでも一瞬にして 100% 自分のコントロールで自分の今後の人生をすべて変えることができるわけです。すごい力じゃありませんか。問題はほとんどの人はその力をあんまり活かしてないんです。あんまり普段決断しないんですよ。ほとんどの人は成功しないのは、できたらいいな、やりたいな、やるべきだろうなと、こんな安っぽいことを思っているからです。決断というのは決めて断ち切るって書くんです。なんかあんまり外人にね言われたくないですよね、なんかね。あれ、決めて断ち切るって書くんですよ。もう成功しないというオプションは残さないということなんですよ。やるんだっちゅうの。だから絶対に何が何でもやるんだって決めた瞬間に人生が変わるんですよ。やりたいな、できたらいいな、やるべきだろうなって、何も変わらないですよ。絶対にやるんだって決めた時に全てが変わるんですよ。英語で同じなんです。英語で決断のことはディシジョンと言って、これはラテン語のインシジョン、切るというところから来てるんですよ。他のオプションを切り捨てるということなんですよ。それを切り捨てる勇気を持った瞬間に、天地宇宙は後押ししてくれます。不思議なぐらい後押ししてくれます。皆さん言うならば腰抜け。腰抜けですよ。やれるだろうっていう状況が揃ってから決断しようっていうわけだ。できそうな資源が集まってから決断しようっていうわけだ。腰抜けですよ、そんなので。そうなるわけがない、なるわけがない。資源が現れるのは決断した後の話なんです。優れた人材が集まるのは決断した後なんですよ。
なんで決断もしてない経営者のところに優れた人材なんか集まろうかってなわけないだろうっていう。なんで決断もしてない男のところに素敵な女性が来るのかって来るわけねえだろうっていうのね。で、そういうのを全部整ってから決断しようってのは腰抜けっていうのは日本語で。だから私は今日皆さんにお誘いしたいのは、腰抜けの人生とさよならしたらどうなんだっていう話の。最近ことごとく教育がおかしい。子供の身に一つも傷があっちゃいけないって。ほざけ、本当に何言ってんだってね。で、ちょっとぐらい傷がついたら責任問題とかなんとかってね、学校訴えるわとかね、なんか怪我させてくれる学校探すわ、もう本当に。そんなね、本当一回も怪我したことない男と一緒に仕事したくないわ。その人は今まで何のリスクも取ってないっていうだけの話やん。ねえ。だからね、最後になって、心身ともに何の傷もなかった。くだねえ、本当に。私は皆さんにぜひお勧めしたいのは、傷だらけの人生を。心身ともに傷だらけの人生を生きてみてはどうかねという話なんですよ。ねえ、めっちゃくちゃの人生を、味のある人生を、皆さん味のある老人になってくださいよ。ねえ、何の傷もなく老人になったらくだんないですよ、本当に。そういう人の話聞いたことある？本当につまんないから。何もなかった、何の傷もないって。何これってね。ね、一番最後になってね、振り返ってみてね。俺は大恋愛したんだよ、それが。すごかった、あの人はもう。だって最近人ひどいでしょ。知ってます？最近の人は本命をデートに誘わないんです。だって本命をデートに誘うと断られたら傷がつくもん。だから断られても傷がつかないような人をデートに誘ったりするんですよ。面白いかよ。ねえ、な、昔ね、恋に落ちたんだ。それを振り返ってもらう瞬間もなかったんだよ。もう大失恋なんですよ。もうこっぱみじんだった俺は。それがどうしたかというと、立ち上がってまた恋したんだよって。この方がやっぽど楽しいですよ。ねえ、だから心身ともに傷だらけでいいんですよ。ね、昔ね、経営者育成塾というのをやっておりましてね、まあこれいろんな伝説を生み出しているものです。本当に。ねえ、とうとうバスのハイジャックまでさせてしまいましたんでね。はい、旅行でロシアに連れて行った時に、ロシアの軍の特殊部隊にお金を払ってうちのバスをハイジャックしてもらったんですよ。迫力ありますよ、本当に。だってロシアはそういうことがないとは限らん場所だから分かんないじゃないですか、本当かどうか。ね。で、軍の特殊部隊の反テロ部隊8人組で、迷彩服を着て顔を黒く塗ってですね、公道でですよ、ハイウェイで機関銃を発砲しながらうちのバスを止めるんですよ。みんなを連れ出すわけですよ。力ずくで地面に押さえつけて銃で向けられてね。で、軍のトラックが来るんですよ。で、みんなを軍のトラックに乗せてね、後ろを閉めてね、トラックが出発するんですよ。みんな命は今日までだなと思うよね。で、軍基地にそのトラックが入るわけですよ。まずその間トラックの後ろでずっとひざまずかされて、足を膝の間に押さえられて銃を向けられてるわけですよ。で、トラックが止まって、みんな降ろされて、整列させられるんですよ、処刑の時のように。で、軍のその総司令官が出てくるわけですよ。うちのキャンプへようこそ。普通の日本の企業は絶対にしないね。責任問題うんちゃらかんちゃら、なんかあったらどうするのみたいなね。うん、大したお客様の人生変えられないんだよね、そのぐらいの根性じゃね。あれやった人はね、みんな人生変わるんですよ。ね、
人生は今日までなんだけど、これでいいのか、これであかんって思ってみんな帰ってきたからね。うん、でまあそういう走行してるですね、まあ、いろんなことやりました、スペインの牛追い祭りにお出かけいたしましたね。あの牛追い祭りってこれですよ。知ってます？あのオス牛6頭をね町に逃がしてね、逃がすってもんじゃないですよ。朝一ね、あのホールディングペンがあるんだけど、後ろにロケット弾を上げるんですよ、いきなりバーンっていう音が来るから牛が驚くよな。で走り出すわけですよ。機嫌悪いんですよ。で皆さんご存知かどうか分かんないんだけど、あれテレビで見るとあれ小さいんですよね。だって画面に収まるようになってるんですよ。テレビの場合はあれ、あの現地になりますとあれ大きいんですよ。であれテレビで見るとね、あれ遅いんですよ。だって画面のこっちからこっちまでしか走らないでしょ。あれ現地に行くとあれ 100m6.3 秒なんですよ。早い。でまあ我々は行ったんですよ。そしてまあいろいろ調べたらですね、まあ見に行く、日本の旅行会社の企画はあるわけですね。日本全国でねやりに行くという企画は一つもないんです。これは皆さんに考えてほしいんですよ。この意味、見に行く企画はいくらでもある、やりに行くという企画がない。だから傍観者の人生になっちゃってるんですよ皆さん。もうそういう社会が出来上がっちゃってる。だから人生経験がすごく少ない、狭いという人が最近ほとんどなんですよ。いろんなことやってない、いろんなこと見てるだけ。だってね皆さん、テレビで、テレビもっとひどいですよ。もうバーチャルですからね。テレビでアフリカの大草原、ライオンとかヒョウとか歩いてるのを見たことがある人、手を挙げてなかったらテレビ見たことがないってことなんだよね。あれライオンとか出ますよね。こういう感じの映像出ますよね。で、これを見てね、ちょっとつかのことを聞きますけれども、あなたの脈は高まりますか？冷や汗をかきますか？自分の心臓の音がうるさいと思ってきますか？でなければあなたはアフリカの大草原でライオンに会うというのはどういうことなのかさっぱり分かっておらんということなんですよ。私はアフリカの大草原でこの距離で間に何もなく250キロのオスのライオンと向き合ったことがあります。それは行動が高まるよ、心臓がうるさいと思ってくるよ、冷や汗もかきますよ。私はこの距離でヒョウとすれ違ったことがあります。ヒョウは霊長類を食べるのは大好きです。ご存知かどうかは分かんないですけどもね、すごいですよあれね。違うものを追ってたんでよかったですけどね。なんかまっすぐに向こうに行きましたけどね、ふーってこう思うわけですよ。人生経験なんですよ。ですからまあ牛追い祭りに出かけるわけですよ。でその時にね、周りの人たちはみんな聞いてくるんですよ、アホな質問を。すっごいアホな質問が来るんですよ。刺されたらどうすんの、みんな聞いてきますね。え、牛に踏み倒されてどうすんの、刺されたらどうすんの。だって角入ってますからね、あれ取り付けてんじゃないですよ。刺されたらどうすんのってアホな質問ですよ。刺されたら、うん、病院行くよ、当たり前やんそんな。なんで聞くみたいなね。パンプローナ一番いいでしょ。だって病院行くやん、アホな質問聞かれないでしょ。これどうしたのって聞かれないんですよ。向こうは、ああまたこれか、はい分かったって言って縫い始めてくれるんですよね。それからね、まあ男性諸君の皆さん、ちょっと考えてください。まあ刺されたとするじゃないですか、病院行くよね、塗ってもらうよね、日本に帰ってくるわけですよ。それからの人生ずっとね、何かね、夜あたりいいことがあるとするじゃないですか、見られるわけよ、ね、これどうしたのって、うん、これ、うん、スペインでちょっとさ、お寿司と喧嘩してたらちょっと刺されちゃった、大したことねえよってやってごらんなさいよ。分かったつもり、
経験したつもり、でも実は人生を生きていない。人は人生を生きるのを横で見ているだけ。母感謝の人生にさよならしていただきたいんですよ。おもろくないもん。あのね、事なかれ主義があなたの人生を破滅に導きます。だって証明しますよ。これ何もあの僕の言うことを信じる必要ないですからね。はい、あなたは人生を歩みますね。こっちから向こうまでね。これがスタート、あれが終わり、両方ありますね。人生にはね、忘れてはなりませんよ。ありますからね。私たちは向こうに向かって歩んでるんですよ。いいですか。ことあっちゃいけないな。何もなかった。生きてなきゃいいんだ。あんた無駄に空気を吸ってんだったら、それやったらねえ向こうに到着していっぱいあったわっていうのね。一番最後に何もなかったっていうのを言うためにやってるはずちゃうもん。向こうに到着して振り返ってみて、こういうふうに言ってほしい。俺は生きたんだ、どうだ。俺はやったんだ、どうだ。お前らもそこまで生きれるもんならやってみんやと。それから去ればいいんですよ、舞台から。